キューバの歴史、キューバの歴史、キューバの歴史、イストリアでクーバでは、スペイン帝国の西インド諸島植民地時代から、社会主義政権の冷戦時代までについて、キューバ共和国とその周辺地域の歴史を衝述。キューバは1492年10月27日、クリストバルコロンの第一次公開で、発見された島である。翌年、彼の震源で、 西インド諸島貿易に従事する全船舶はカディスを唯一行とした。1501年、スペイン王室は鉱脈探査、鉱山開発に直興を要する布告を出した。これは3年経って認可制となった。1503年には通商院の創設に伴い、セビリアが新世界貿易管理を独占することになった。1511年、キューバをベラスケスが率いる。 遠征隊が征服、植民地化した。翌年、バルトロメデラスカサスが、キューバ総督に呼ばれて、イスパニョーラ島からキューバへ移った。1516年、イスパニョーラ島で、最初の製陶工場が建設された。やがて製陶業はキューバへ伝わった。製陶業の発展は着実ながら緩慢であった。16世紀の間、キューバを使った工場が利用され、 やがてこの種の工場を複数所有する者が出てきた。一方、水力を使える有数の工場は、スペイン政府の全面的優遇措置を受けられた。1519年、カール5世が即位に際して、ラスカサスをスペイン本土の会議に召喚した。そこで、ラスカサスはキューバでの残虐行為を非難した。島にはタイのもしくは、アラワクと呼ばれる先住民がいた。 スペイン人による虐待、強制労働、薬病により、彼らのほとんどが絶滅したとされる。同時に植民地化は、砂糖、奴隷産業を盛んにし、キューバはスペインと中南米の中継地点として開発された。1521年、キューバがヌエバ・エスパーニャの一部となった。1526年、帝国内の全新民に新世界への移住が認められた。 1528年、プエルトリコ在住の全スペイン人は、今後2年以内に結婚しなければ労働力として、割り当てられたインディオたちを没収するという直例が出された。同年、二人のドイツ人がアシエント契約権を握り、カリブ海諸地域に向こう4年間で4000人の黒人奴隷を輸入することを訳した。1531年、 ラスカサスはスペイン政府に500から600人の黒人奴隷を西インド諸島へ送るよう要請した。ラスカサスによれば1540年までにスペイン帝国全域で10万人以上の黒人奴隷が投入された。1542年、ラスカサスがインディアスの破壊に関する簡潔な報告を当時大使であったフェリペ二世に上申した。彼はエンコミエンダ性を カトリックの価値観から厳しく批判した。人権問題の根本的な解決はなされなかった。ラスカサスはインディオに対し同情したが、しかし、黒人奴隷については、佐藤産業と和解した。そしてイタリア戦争とウィーン包囲で生じた債務を返済するために、カールはスペインと結びついた国際公アントウェルペンを盛り上げねばならなかった。16世紀後半。 キューバの砂糖輸出量が、ネオ平均460トン強となった。宗教改革が、メリノヒツジの独占体制を強化してゆくスペインを、牽制しつつ、また修道院を取り潰して、諸侯の財源となした。1556年、西インド諸島に輸入される奴隷一人につき100、ドゥカデンの関税が課された。ユグノー戦争序盤の1565年。 スペイン人以外の移住が本格化した。この時スペイン政府は150人のポルトガル人とその祭祀にイスパニョーラ島への移民を許可した。1584年西インド諸島への移民要件が身元の確認を一層厳しいものとした。16世紀末までに黒人奴隷の密貿易は相当な規模となった。ラスカサスが新世界史に記したところによると黒人奴隷が 技術革新による水力砂糖工場で働かされるようになって、労働の過酷なあまり砂糖きびのシロップから取れる飲料をがぶ飲みし、悪液で多くの死者を出した。1586年、スペイン議会は自国の輸入過剰と地金流出を嘆き、フェリペ2世に対応措置を請願した。カリブ海植民地は王室の独占物として管理され、 キャラバン戦団が通る港が要塞化された。スペイン領フロリダの後輩地として、キューバがイスパニョーラをしのぐ要衝となった。キューバ総督には軍人が任命されるようになった。1581年にオランダが独立し、また1588年にアルマダの海戦で敗れてしまった以上、前線を下げるわけにはいかなかったのである。19世紀初め。 ラテンアメリカ情勢の詳細、イスパニョーラ島、フランス領サンドマングで、黒人革命が起こり、黒人共和国ハイチが独立したことで、同島における奴隷制プランテーションは壊滅した。そのため、砂糖キビ生産に関わる白人プランターは、ハイチに代わって、キューバで砂糖キビプランテーションの経営を行った。そのため、19世紀半ばまでにはキューバは、 世界最大の砂糖生産地となった。さらに、それまで1 0倍だったハマキの販売が、スペイン政府により自由化されたことを受けて、タバコ生産も、盛んになり、ハマキの通称でも富を得るようになった。しかし同時に、1830年代から、スペインの支配者が次第に抑圧的となり、キューバ国内の入植者の間では、次第に独立の機運が高まり、一時キューバのアメリカ編入を、 目指す運動も起きた。独立闘争は1868年に始まり、1878年には一旦スペインとの休戦がなった。しかし、1895年からは、ホセ・マルティラの指導による独立闘争が再発し、1898年のスペイン・アメリカ戦争、米西戦による米国の介入まで続いた。米国の勝利より、キューバは、 アメリカの軍政を経て、1九百二年五月二十日に四百年に及ぶスペイン支配から解放され、独立を勝ち取った。しかし、キューバの独立は、形式的なものであり、事実上の米国支配の始まりでもあった。1九百一年、キューバ国憲法に盛り込まれた、プラット修正条項、プラットアメンドメントには、米国の内政干渉権、グアンタナモ、バイアオンダの二箇所に、 米国の軍事基地を置くなどが盛り込まれていた。1901年末、トマス・エストラーダ・パルマが初代大統領に選出され、1902年5月にキューバ共和国が正式に発足した。独立後、キューバにはアメリカ資本が数多く進出し、政党産業など多くの資源産業をアメリカ企業が支配した。また、政治家の不正が度重なって生じたことで、 キューバの現状に対する国民の不満はより進化していった。このような国民の不満は早くも1906年に反乱行為として結実し、キューバはアメリカ軍の占領下に入らざるを得ない状況となった。1908年の大統領選挙で自由主義的なホセ・ミゲル・ゴメスが大統領となり、合衆国軍は撤退した。しかし、1912年には、 白人支配に反発する黒人の反乱が発生したため、ゴメス政権はアメリカ軍と結んでこれを鎮圧した。1913年選挙により保守派のマリオメノカルが大統領となると当初は安定した統治を行っていたが、1920年選挙をめぐり混乱が深まりが衆国軍の介入を受けた。その後もキューバではクーデターの発生や相次ぐ政兵により、 1930年代まで政治的な不安定期が続いた。とりわけ、急進的な社会主義革命勢力が台頭したことに、合衆国は警戒を強め、反革命勢力と結んで、プラット修正条項の廃棄、海軍基地設置の条項は除外を認めるなど、キューバの秩序維持に努めざるを得なかった。1929年より始まる世界教皇は、 これまでの合衆国のカリブ海政策に大きな見直しを迫ることになった。1933年、合衆国大統領に就任したフランクリン・ローズベルトは、従来までの強硬姿勢に代わって、いわゆる前輪外交を行って、中南米における通商拡大を図っていった。こうした中、プラット修正条項も1934年に撤廃され、 キューバは政治的独立を回復させた。キューバ国内の不安定な政治状況は、1933年から政治の主役を演じていたフルヘン氏を、バティスタ、フルヘオベティスタが、1936年に政権の実権を握ったことで、一定の安定を見せ、キューバ政府が社会経済の改革計画を実行できるまでになった。そして、1940年になると、 バティスタの大統領就任と新憲法の交付により、ようやく、キューバでは政治的緊張が緩和された。1944年の総選挙で、バティスタが敗北した後、キューバは国際連合設立、1945年や安倍機構設立、1948年に参加した。しかし一方で、国内では、砂糖の国際価格の不安定化とインフレ問題が、 重要課題として浮上し、政府が有効対策を取れなかったことで、社会不安が拡大した。1952年、バティスタはクーデターで政権を奪取し、憲法を停止した上で、独裁政治を開始した。これにより、米国のキューバ支配は頂点に達し、バティスタ政権、米国政府、米国企業、マフィアの者が、キューバの富を独占し、その富が、 米国本土に流れるような社会構造が形成された。1953年7月26日、このようなアメリカによる繁殖民地状態の克服を夢見て、弁護士、フィデル・カストロ、フィデル・カストロルズ率いる青年たちが放棄、モンパダ兵へ襲撃したが失敗に終わり、関係者は投獄された。1954年にバティスタは形式のみの新任選挙で再選を果たし、 1955年の大統領就任と同時に憲法に基づく統治を復活させ、カストロらの政治犯に恩赦を与えた。カストロは恩赦によって出国すると、反政府組織7月26日運動 M26 を結成、同志と共にメキシコに亡命した。その後、佐藤の国際価格の安定により、キューバ経済の状況は改善されたが、 バティスタの独裁体制は継続され続けた。メキシコ亡命後、カストロラはその地で、アルゼンチン人医師のチェゲバラと出会い、デディラ戦訓練を受けた後、1956年12月に、ヨットグランマ号に乗って、夕場に上陸した。その際、政府軍の攻撃で、カストロラは壊滅的打撃を受けたが、シエラ・マエストラ山脈を拠点として、 政府軍へ2年余りのゲリラ闘争を行った末、1959年1月1日に、バティスタを国外逃亡に追い込んだ。これにより、革命政権が誕生したが、その際に、革命政権は、発足後数週間のうちに、軍事法廷で、旧、バティスタ政権関係者を裁き、およそ550人を処刑した。その後、2月半ばに、カストロが首相職に就任すると、 革命政権は一連の農地改革法を実施し、砂糖よりも食料になる作物の生産に力を入れ始めた。また、製糖業などでアメリカ資本に握られていた土地と産業を国有化し、農業の集団化を実施するなど社会主義国家の建設を推進した。この過程で、中、上流階級の多数の人々がアメリカなどへ亡命した。 バティスタ政権という傀儡政権を失った米国は革命政権とは別の政権樹立に向けた動きを見せていたが59年5月から革命政権が実施した徹底的な農地改革に直面したことで革命政権を敵視するに至った。折からの米ソ対立の影響を受け米国に敵視された革命政権はソ連に接近し1960年にソ連と 正式な外交関係を結んだ。米国政府との対立が決定的になると、キューバ政府は国内からの米国企業の排除に努め、米国資本の石油生成会社、製党会社、電話会社、銀行、商業、工業の大企業を国有化した。1961年、米国政府はキューバとの外交関係を断絶し、少量ながら続けていた、キューバ島の輸入も、 全面禁止した。そして、アメリカの支援と訓練を受けた亡命キューバ人の反革命軍をキューバ部のピックスワンに侵攻させたが、反革命軍は撃退されて、目標を果たせなかったピックスワン事件。1962年2月3日に、米国のケネディ大統領は、キューバとの輸出入を全面禁止し、キューバの経済封鎖を行うと発表した。同年、 キューバにおけるソ連のミサイル基地の建設とミサイルの搬入が明らかなり核戦争の危機となったが米ソの妥協で危機を回避する事態が起きたキューバ危機。これによりアメリカとキューバの関係は一挙に悪化したが1965年にアメリカとキューバはキューバ人のアメリカ移住を認めることで合意し1973年までに26万人以上がキューバを去った。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。